皆さんこんにちは、写真家の成沢です。今日ちょっとなんか後ろ違うでしょ。青いのつけてるんですよ。で毎回ね、毎回トライアンドエラーの繰り返しっすよ。前回の動画で富士フイルムのフィルムシミュレーションっていう機能が動画撮影の初心者の人にはとてもいいですよっていうお話をしました。で今回はその続きで、多少今更かもなんですけど、この富士フィルムの X-T4 についてお話をしたいと思います。正直言うと私このカメラ最初あんまり興味なかったんですよ。なんですけど結果的に自分も動画を撮影するようになって、あ、今これがベストだなって、心の底から思うので、今日はなんでそう思うのかっていうところをお話ししたいと思います。行ってみましょう。動画を撮る上で一番大事なのは色なんじゃないかっていうお話を前回の動画でしました。その色っていうのはシネライクに撮りたい、ローコントラスト、サイド低めでおしゃれな感じで撮りたいっていうのがあるんですけども、ミラーレス一眼カメラに搭載されている色はほとんどが写真用の色で、動画用の色っていうのがなかなか少ないと。なので、本来であればログで撮ってカラーグレーディングをした方がいいですよっていうような内容で、その点富士フィルムのカメラはフィルムシミュレーションでエテルナやクラシックネガなどの洒落た色を出せる動画向けの色がもうすでに入っているので、初心者の人にはおすすめですよっていう話でした。これが前回のおさらいですね。で今回はじゃあ富士フィルムの色がいいんだったらね、どのカメラをじゃあ使えばいいのかっていうところで、まあこの X-T4 の話に入ってくるんですけども、手ブレ補正とバリアングル液晶モニターっていうこの2つですね。まあバリアングル液晶モニターはまあこうやって、液晶モニターがこう変える、自撮りとかがしやすいですよっていう、動画撮影、それこそ YouTube とか Vlog とかやりたい人にはやっぱこれ必須で、まずこのバリアングル液晶モニターがついてるってことがまず動画撮影においては大前提になるのかなと思います。遡って私の話をしようかなと思うんですけど、最初動画撮影をやった時にですね、ジンバルが必要だと思ったんですね。ジンバルっていうのはこういうやつですね。手ブレ補正の効果を出してシームレスな動画撮影をできるっていう、このジンバル最初から動画撮影には必要なんだと思って、これ最初に買ったんですよ。でちょっと今セッティングします。どういうものか、まあ、以前にポラリエ U に PG-1 っていうレオフォトさんのジンバルをつけて天体写真を撮るフォーク式っていうシステムのことをお話したことがありましたけど、まあ、このジンバルのバランスの取り方がそのまんまそれに生きるので、まあ、非常に参考になったのですけどね。はい、バランスが取れました。はい、これで、これがジンバルというやつですね。でこれは何かというと、今これバランスが取れてて、電気的に手ブレ補正がかかってます。なのでこう動いてもブレない、こっちもブレないっていう感じで、話を戻して、バリアングル液晶じゃない場合ですね、ジンバルを使う時ってまあこういうですね、追加のグリップとかをこうつけてこういう感じで使うんですけど、まっすぐこういう風に使うとこう上下のブレを受けきれないので、こうやって斜めにするものなんですよ。でこうすると上下のブレを吸収しやすくなるので、こういう風に使うやつなんですけど、これバリアングル液晶モニターじゃないと見えないんですよね。X-T3 のようにチルト式のモニターだと、この部分がちょうど液晶にかぶってよく見えるんですよ。こうやってどうするかというと、
もう一個モニターつけるんですね。それでここにネジ、それで私ここにネジついてるんですけど、そもそもジンバル使うときにもう液晶が見えにくいってことで、やっぱバリアングルモニターってなった方がいいと。で、Vlog、YouTube やるときもやっぱ自撮りするときにね、自分みたいな YouTube やってるような人間にすればこれって必須なんですよ。次に手ブレ補正の話なんですけど、ジンバルって動きを出したかったり何かを追いかけたりするときに使うものなんですけど、そういう撮影ばっかじゃないじゃないですか。それこそ手持ちで撮影をしたりとか、三脚に固定して撮影したりとかね、まあ、いろんな場合があるわけですよ。あとその荷物的に持っていけなくて、ちょっととりあえずこれで撮りたい、これだけでこう撮りたいというようになった場合に、手ブレ補正があるとやっぱこう手持ちで撮影した時のそのスムーズさって全然違って、もう差は一目瞭然なんですよね。手持ちで手軽に撮りたいって時にボディ内手ブレ補正があるかないかでだいぶ撮り方が変わってきます。ボディ内手ブレ補正でジンバルのように追いかけたりできるかっていうと、それはできないです。まあ、そのこの手持ちでその動きのある動画を撮るときっていうのは、私はあの 60p で撮ってて、60フレームですねで撮ってて、あと動画編集ソフトに取り込んだときに、あの24フレームまで落とすんですよ。 40% 遅くするんですね。そうすると多少スローモーション気味になるんですけど、さすがに手持ちでは何ともなくても、横に動いたときにちょっとブレるのは、60フレーム撮ったやつを24フレームに落として多少スローモーション気味にして表現すると、するとあんまりそのカクカクした動きっていうのは目立ちにくくなるっていう。あとなんかスローモーションで撮るとなんとなくおしゃれに見えやすいっていうね、そういうメリットもあって、そういう撮り方をして、補っています。あとね、これ USB 給電ができるんですよ、富士フィルムのカメラは。富士のカメラって電池の持ち悪いって昔から言われてるんですけど、まあ、XT4 からちょっと電池が大きくなったんですけど、私実は電池の持ち悪いって思ったことなくて、まあ、なぜかというとこういう風に撮ってたからなんですね。 USB 給電ができるので、常にこうやってモバイルバッテリーをつけておいて、モバイルバッテリーからこう給電するようにしたんですよ。まあ、写真撮るときはこれパチャッとパチャッと撮って、まあ、普段は三脚立ててね、タイムラプスとかやるわけですけども、動画撮るときもこれやってました。やっぱ電源問題ってすごく大事で、まあそれはそうですよ、電池が切れたら撮れないわけですから、常にこうやってバッテリーが供給できるっていうのは非常に魅力的です。これは XT4 に限らずの話なんですけど、富士フィルムの強みなんですけど、スローモーションの撮影、ハイスピード撮影ですね、押した時にオートフォーカスが効くんですよね。でまたなんか録画しながらもいろいろ音量を調整したりとか、ピントを拡大したりとかっていう、普通はその録画を一旦止めてからなんか設定をしなきゃいけないのが、録画をしてる最中でもこの設定を変えれるっていうのは結構ね、なんか面倒くさくなくて助かりますね。私 YouTube 始めた時、最初の4回5回ぐらいは、カメラの内蔵マイクにずっとこう話してたんですけど、内蔵マイクも意外といいですよね。皆さんこんにちは、星空写真家、タイムラプスフォトグラファー、映像作家の成沢博之と申します。そこそこいい音が出てくれるので、最初からねマイクとか回路揃えるのちょっと厳しいなって人にはいいですよね。まあ、まずキットレンズ1本あるといいのかなと思います。18-55 の F2.8 から4っていうレンズがあるんですよ。富士フィルムのスタンダードレンズなんですけど、結構あの汎用的ですごく使い勝手のいいレンズですね。でそれから F2 シリーズのレンズ、23の F2 とか、35の F2 とか、これは、35の F2 ですけど、まあ、この辺の単焦点レンズが1本あるといいのかなって感じですね。あとはまあそのジンバルとか使った時にですね、ちょっとワイドめのレンズがあるといいんですけど、歪みの少ないレンズがおすすめで、まあ、ラオアの 9mm の 2.8 とか結構値段的にも、お買い求めやすいので結構おすすめかな。レンズ自体が小さくて軽いレンズなのでジンバルに乗せても結構バランスも取りやすいですしね。ちょっとまとめるとですね、フィルムシミュレーションがついてるんで、まず色のシネライクな色が何種類も入ってますよっていうことと、バリアングル液晶モニターで、手ブレ補正がついてて、でなおかつその USB 給電、電源が電池の持ちの心配がいらなくてっていうのが、まあ富士フィルムのカメラの良さなんですけど、まあ、フィルムシミュレーションありきですよね。やっぱ色がありきで、そのそこから先の、機能が備わってるかどうかっていうのが、まあポイントだと思います。まあ、悪いところもあるんですよ。ここに
監視が集中していて、ここにまあマイクさしたりとかするんですけど、自撮りした時にね、ちょうどその線がこうここ線が邪魔くさくなるんですね、ここいろいろ刺すんで、まあ、そういうちょっと使いづらい部分とかもあるじゃあるんですけど、トータルバランス的に富士フィルムで、いい色を出したいなと思ったらやっぱりこれが今ベストなのかなっていうふうには思いますね。まあ、写真もすごくいいしね、オートフォーカスも早いですし、まあ、いろんなところでトータルバランスに優れてる機種なんだなと思います。まあ、今動画撮影始めたらこのカメラが非常におすすめになります。 XT4 ですね。はい、ということで、今日の動画は以上になりますね。やっぱ自分も、その YouTube 歴6ヶ月で半年経って、今どれがいいのかなと、他のメーカーのやつも使って、どのメーカーが動画機として自分にとって使いやすいのかというのは、まあ、それなりに検証したんですけども、やっぱ自分はなんだかんだでまだまだ初心者なので、その初心者目線で考えた時に富士フィルムのカメラがやっぱり使いやすいんだなっていうのを、思い知りました。で、最初は興味がなかったこの XT4 ですけど、やっぱり今もこれがね一番いいんだなっていうふうには思います。まあ、いろいろなところで自分を助けてくれましたね。はい、というわけでですね、このチャンネル普段は星空とか、タイムラプスとか機材のレビューとか天文情報などなどお知らせしているチャンネルです。今日みたいに動画の、動画撮影の話もですね、ちょっとずつやっていきたいと思います。写真撮影に限らず動画撮影に興味のある方もチャンネル登録といいねをぜひお願いできればなと思います。あと通知もオンにしておいていただけるととても嬉しいです。はい、それでは今日はここまでになります。また次回の動画でお会いしましょう。それではさようなら、バイバイしたっけね、バイバーイ。いっす。今日終わりましたね。なんかやりたいことがたくさんありすぎてね、普通の仕事もこなしながら、まあ、動画撮影、動画 YouTube 動画作ってるわけですけど、なかなかね時間があるようでないっていう感じがしますよね。まあ、ありがとうございました。